皆さんこんにちは、ローランドプラネットスタッフのドクター T です。今回はローランドの新しい V ドラムス VAD706 島村楽器名古屋パルコ店先行展示中ですので、ちょっとですね簡単に皆さんにご紹介したいと思います。はい、すでにですね動画をご覧いただいた方はお分かりかもしれないんですけども、今回はですね TD50X 音源が新しくなってます。インスト数もですね900音色以上になって、さらにですねプリズマティックサウンドモデリングテクノロジーの最新の音をですねご堪能していただくことができます。ですので1番から、ずらーっとですねプリセットのキットがありますけども、こちらも初にお目にかかる音色ばかりかと思います。はい、そしてですねユーザーキットというのがですね71番からありますので、こちらで、オリジナルのですね自分だけのキットをですね作っていくことができるわけです。はい、このようにですね、インスト数がですね、900以上ということでかなりたくさんの、楽器の音がありますので、おそらくですねどんなジャンルをやられる方もですね対応できると思います。はい、ずらーっと簡単ではありますけども、はい、このスネアドラムはですねデジタルスネア USB 接続になってます PD140DS というスネアです。はい、こちらですね、はいよ、 USB 接続なので、今までの接続方法よりもですね、演奏者のなんて言うでしょう、表現がですね演奏者の表現がしっかりと音源に伝わって、演奏に音が反映するというふうになっております。はい、そして例えばですね、このように、まあ、今ソリッドシェルスネアというインストになってますけども、はい、おなじみの、はい、おなじみのチューニングもできます。はい、そして、マフリングですね、ミュートなんかもですねここで簡単にやっていただけます。はい、そしてですねこのように、簡単にですね、自分のスネアの音をですね音作りしていただくことができます。シェルの深さであったり、はい、こんな、はい、マイクディスタンスがここで選べるので、かなり便利になりました。はい、ここはストレーナーですね。はい、そして、こちらハイハットですね、 VH14D 新しくなってます。今回、主役といっても過言ではないハイハット VH14D、 こちらもですねデジタル、初です。はい、デジタルハイハットになりましたので、スネア今までの PD140DS、CY18DR などと同じようにですねより繊細な演奏表現を再現することが、できております。はい、そして2枚重ねになってます。で、14インチになりましたので実在するハイハットシンバルと同じ大きさになりました。かつですねかなり薄くなりましたので、薄型成功してますね、薄型化に成功してますので、かなりリアリティのある、ハイハットに、生まれ変わっております。はい、そして、クラッシュシンバルの位置にあります、はい、この2枚ですね、CY16RT ということで T で薄くなってます。こう薄いんでね、すごい揺れがいいんですね。
そしてですね CY18DR、 こちらはもうご存知の方も多いと思うんですけども、はい、タム10インチ、12インチ、14インチフロアタム、そしてキックがですね KD222 ということで22インチのバスドラムということでですね、アコースティックそのものですね、シェルがですねこうメイプルの塗装になっておりますので、もう木道不可動シェルです。はい、このアコースティックのドラムに、ローランドが長年培ってきたトリガーですね、センシング技術がきっちりコラボレーションして、もう実際にアコースティックドラムと電子ドラムが融合したと、できたと、言っていいかと思います。はい、ぜひですねこうビジュアル的にも、実際のセンシング演奏感でもですね両方で、電子ドラムドラムをですね V ドラムを味わってもらえればなと思っております。はいですね、あとはこのスタンドですね、こちらの、スタンドシンバルとタムがくっついてるんですかね、このセットシンバルスタンドのセットが、DTS30 っていう DTS30S っていうんですけど、このスタンドもかなりまた前回の VAD506 より良くなってまして、ちょっとマニアックですけどこうタム叩いた時にですねこう程よく揺れがあったり、しますので、そのあたりもですねスタンドにもこだわっているということでございます。はい、ちゃんとメッシュヘッドもですねこのトップとですねボトムと貼ってありますのでですね、そしてですねこちらが、KD222 というですね22インチの新しいまたキックでございますので、また写真などでご覧いただきたいんですけどね、フロントヘッドがですねファイバースキンということになってますので、かなりかっこいいです。はい、今回ですね、ピュアアコースティックアンビエンスっていうですね、エフェクトかなり良くなっておりますので、そちらも少しご紹介したいと思います。アンビエンスボタン押していただきますとですね、こちらも前回の TD50 よりも、ちょっと分かりやすくなっております。オーバーヘッドオンオフなんかですね、もうダイレクトでいけるようになってます。はい、こちらでルームの方ですね、ホール。はい、こちらでですね、ルームのエフェクターのタイプを選ぶ、アンビエンスのタイプを選ぶことができます。いろんな、リバーブ入ってますので、こちらで簡単に選んでいただけます。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのですね VAD706、島村楽器名古屋パルコ店でしたらただいま先行展示中でございます。当店でしたらね、ローランドプラネットスタッフドクター T もおりますので、お気になる方はですねぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、そして全国のプラネットショップにもですね、大体展示はしてあると思いますのでぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。それではありがとうございました。ドクター T でした。ありがとうございます。